あ、これすごいですね。このショイコ、え、どこで売ってるんですか？これは掘れますか？掘れますね。もう全部仕事取られちゃいますね。ゲーム散歩とは、生草坊主ナムがいろんな人とゲームを散歩して世界の見え方の違いふりを学ぶ修行です。今日のゲストはこの人。今日来てもらっているのは、牧歌の秋元さん。はい、よろしくお願いします。普段牧歌を、はい、牧歌をさせていただいてます、秋元です。はい、でもう一方、来ておられます。あ、マダラウシです。秋元くんの友達です。でもマダラウシさんもだって山をご専門にされてますよね。ヤクの足跡っていう名前で、そのちょっとオタクな人向けというか、そういったちょっと変わった山の雑誌を編集して発行したりしてます。はい、ありがとうございます。じゃあこの3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いし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 ます。で、まず気になるのは、牧歌っていう職業なんですけど、はい、秋元さんは職業として牧歌をやられている？そうですね、職業として牧歌をやってます。山で一年中働いてまして、はい、その中の業務の一つに牧歌という仕事があるということですね。なので年間何日ぐらい牧歌してるかな。そうですね、100日ぐらいは牧歌に関わってると思います。100日。はい、結構ざっと、まあ、3分の1ぐらいですかね。約3分の1ぐらいは牧歌してるって感じですか。そうですね、はい、というのも牧歌っていうのがこう単純に、純粋な職業というよりは、うん、山に登る上で牧歌という行為があるんですよ。はい、荷物を背負って山に登るたり、フィールドでこう荷物を背負って行動するということがもう牧歌なんですよね。なので山で何かをしようとすると絶対に牧歌という行為が伴ってくる。なるほどなるほどなるほど。ので僕はまあ山で働く限りはいつも牧歌をしていて、はい、それとは別の意味で純粋に牧歌と呼ばれる人たちがいて、うん、まあ、それは山で荷物を運ぶ人たちのことを指すんですけど、はい、その荷物を運ぶために入山するといった仕事もあって、その牧歌もやってるので、うん、自分はそういう職業として牧歌をやらせてもらっているという。でもじゃあ他のいわゆる3分の2っていうのは牧歌業じゃなく、はい、また違う形で山に関わられている、はい、そうですね、山岳パトロールですとか救助、あとは動物とか植物の調査、はいはい、ライチョウカモシカとかを探したりとか、そういったことをしてます。めっちゃ多岐にわたるけど全部山に関係してるって感じですか？もっといろんなことができるようになりたいんですけど、はい、そうです、全部山に関係する仕事で生活させてもらってます。なるほど、もう山大好きって感じですか？はい、もう山大好きですね。ちょっと起きてもらって、はい、これあなんだか立派なショイコですね。立派なショイコですか？あ、でもこれはよく、そうですね、牧歌の人がよく使ってるショイコとほとんど同じデザインですね。本当ですか？はい、これは本当に牧歌の現場に行くとよく配給されるというか、こうその共同装備であるショイコととても作りが似てますね。この背中のやつですね。はい、この背中のやつ。ちょっと今から ここの、はい、あの、はい、端末ですね、ここで荷物を受け取ったりできるんですよ。はい、受注ができて、まあ、もろもろ依頼を受けれます。はい、おお、例えば今このレイクノットシティというところにいますよと。はい、でそこからこのエルダーさんのところに届けるルートなのか、いっぱいいろんなところに行けるんですよ。はい、ここに届けてくださいみたいな。ああ、そうなんですね。ここを起点にいろんな目的地があるんですね。そうですね。ああ、で運ぶものも、あー、いろんなものを運ぶんですね。そうです。ちょっと一番簡単なこの近場にしてみましょうか、一回。はい、素材を回収して、素材を回収して配送せよ。え、重くないですか、素材。素材今見ました、何キロ。今ちょっと気になっちゃいました。ちょっとびっくりしました、僕。じゃあ待ってください、素材288キロ。これは素材、何の素材なんだ。やっぱ重さ気になりますよね。
今ちょっと自分背筋が凍りました、ね、なんかこうちょっと関節がきしむような感じが、きしむじゃ済まないかもしれないですね。ちょっとサムさんが生きて帰れるのかどうかがもうすごい心配。でも94キロも重いですね。牧歌さんが運ぶ、まあはい、平均というか、まあ、本当に大小あるでしょうけど、はい、何キロぐらいなんですか。僕はそうですね、大小あるんですけど、平均すると、うん、その、うん、山というか山岳エリアですよね、はい、でいろいろ担いで、そのテレビの撮影だとか、何かを山の中に建設するですとか、うんという業務だと平均するとまあ50キロ前後、うんうんうん、で30キロぐらいだともっと早く移動したりとか、軽いと早く移動できて、で平均的には50キロ前後なんですけど、まあ、もちろんその重いものでは70キロとか80キロとか、うんうんうん、まあ、人間の成人男性の、まあ、中肉中背の方だと70、80キロ普通にあったりするので、うんうんうん、そういったものも、ただそのまあ、もっと平坦な土地ですと100キロを担いだりとか、うん、もっと100キロ以上担げる人もいたりします。あ、そういう人が僕の憧れというか、で僕にとっての伝説の牧歌はその100キロ前後担げる人というところがありますね。なのでちょっと288キロはこれ94キロとかももちろんやばいですけど、94キロはまだ想像ができるですよね、はい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 、きっと強い人だったら普通に運べるのかなと思いますね。なるほど。まあ、あとあれですよね、道のりというかその、そう、ね、斜面なのか平坦な道なのかで全然変わってきますよね。もう本当にそこがポイントですね。なのでその重さでどういう地形を今日登っていくのかというところが、うんうんうん、その一日一番気になるというか緊張するところではありますね。なるほどなるほど。28キロ42キロとかは普通によくある重さですね、うんうん、28キロ42キロよくある重さで、55キロ今日ちょっと来てるねみたいな、50キロ超えてるねだいたいこう50キロ超えると人間分かるんですよね。ただこれは全然運べる範囲だと思います、普段牧歌をしてる人ならば、はい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 、これそうですね、運べる範囲だと思いますし、北アルプスとか、まあ、そんな強がったこと言えないですけど、北アルプスとか南アルプスとかでしたらこのくらいの55キロぐらいの重さを担いでも普段牧歌をやってる人なら重装できると思いますね、うんうんうん、55キロってそうですね、まあ、女性とか小柄な男性とかそうですね、男性とかあとお子さん2人とか、うん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 、55キロを担いで山に登るということですよね。そうですね。それでちょっとまずはじゃあこの軽めの受注からしていきましょうか。そうですね、24キロは普通に登山をされる方なら日常的に24キロは担いだりすると思いますね。いや結構重いけどね24キロ。でも24キロありますよね。あるはある、うん、結構重いね。でも普通の登山で考えると、ああまあね、登山ってだって軽くするっていう発想が強そうなんで、要は装備とかもなるべく軽くとかで、そこに、ああ、そうですね、それとは逆にまあ重くしていくわけですよね、牧歌は、はい、まあ、仕事のテントを背負ってクライミングのロープとかもいっぱい持って20いくかなぐらいの感じよね。うん、そうですね。ちょっといろいろ持ってきましょうか、はしごとか。すごい、はしご2つ、はしご、はい、欲しいです。はしごは欲しいですね。じゃあ2つぐらい持ってきます。パイルはどうですか、ロープ用パイル。建設パイルって何、パイル、すいません、パイルってなんだろうな。これはちょっと説明を見ますね。はい、ちょっとパイルという用語はあんま使ったことがないんですよね。まあ、あとで使ってみましょう。あ、ブーツブーツもちょっとこのブリッジス正式ブーツっていう、ブリッジスっていう組織に所属してるんですけど、そこから配給されるブーツをちょっと持ってきましょうか。そうな、あ、なんか素敵な組織ですね、ブリッジス配給してくれるところが、名前がだってブリッジズ、あ、つなぐってことですね、まさにつなぐってことですよね。素敵な組織です。あ、名前で言うと町の名前気づいた、ね、全部の町にノットがついてるのね。はあ、もしやノットはあっちのノットなんですか。いや俺もこれ事前に知ってる情報だけだけど、はい、あのデスストランディングのストランディングっていうのは、あのストランドが縄とかロープとかでそれをつないでいくっていう、はい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 、つなぐゲームらしいから、これ多分ノットは結び目のことだよね。結び目のノットなんですね、 K の方の。
結びはよく使えますね。その牧歌ですと荷物を縛る、しょいこに縛ることがとても肝になってくるので、うん、そこでその時その時適切な結びができるかは後々山の中で荷運びに影響してきますね。そうですよね。 まさに多分重要なワードだと思うんですけど、はい、まあ、この世界も、もともとこういう広大なあの敷地、これアメリカ大陸を模しているんですけど、はい、これがもともと分断されてたんですよ、僕が始めたストーリー当初の時は。伝説の配達にサムが、その通信環境を接続していくことによって歩いて、で世界をつなげていくっていう物語なんです。サムすごいもの背負ってますね。サムは背負ってるものはすごいです。サムは牧歌を通して世界をつなごうとしてるわけですか。そうです、サム。でも秋元さんも同じ思いですよね。あ、僕は同じ思い。あ、でもそうですね、その何か物が届きにくい場所ですとか、うん、山っていうあんまりちょっと荷物を担いではいけないなっていう場所に、うん、一応こう牧歌として呼んでいただいて、そこに何か物を届けることでその誰かがやりたいことができるようになるっていうのが、うん、すごい自分はやりがいを感じてて、うん、だからとにかくその要望があれば何でも担いで登って運んで届けたいっていうのはありますね、うん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 、それはすごくありますね。サムは、これはじゃあ物を運ぶだけじゃなくて、この町と町がつながってるということもサムの働き。そうです、まさにそうです。サムが一人でつなげていくわけです、サムすごいですね。でかいっすよね。でかいっすね。男サム、男サム、男サム。でもちょっと僕は今現時でさっきちょっと元気なさそうだなと思って心配でしたけど、今サムちょっと尊敬し始めた。なんかこう牧歌という仕事においてこんなに夢があるというか、うん、人のためになる働き方をしてるってすごいと思います。そうですね、はい。ちょっとじゃあそのサムの働きぶりを見てみましょう。そのはい、ちょっと勉強させていただきたいですね。いろいろちょっとパワードスーツいきなり使っちゃうのもあれなんですけど、はいはいはい、ちょっと予備で持ってきます。予備で、はい、そうですね、怪我したらもう元もこう体が資本ですからね。そうですね、パワーグローブ、パワーグラブ、いろいろ装備を持ってきますね。あれサム、待ってください、サム、あれあれサム武器も持つんですね。ちょっと物騒かもしれないです。でもゴム弾なんです、ゴム弾。あ、だからって安心できないですよ。ちょっと殺傷はしたくないんですけど、やっぱりちょっとこの世界物騒な輩もいるんで、ちょっとゴムグレードなんちゃあるじゃないですか。ちょっと今の見なかったことにしてください。あれサムトラック、これもちろん4駆なんですかね。4駆なんですかね。4駆じゃないと山、4駆ですよこれ多分。4駆じゃないと山はちょっと厳しいですからね。こんな、いわゆるバイクとかあの車とかもあるんですけど、ちょっと今は使わずに、すごいかっこいい、はい、今使わずに、かっこいいですね。で、背負わなきゃいけないですよ、要は装備増えた分。はいはい、要は荷物と、はい、荷物とさっき、はい、はしごとか、まあ当たり前ですけど、はい、そういう装備もやらな、背負わなきゃいけないんですね。どう背負うのかがとても気になってるところ。おお、気に、これはもうサム今骨折ですね。これ骨折というか腰がもう逆パカしてもおかしくない。サム容赦ないですね、積む人。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。今ちょっと減らしてってます。最初から行くと、いやいや、ちょっとダメ。あ、今で一括して積んだんですけど、はい、ちょっとずつにしてあげてくださいよ。サム怪我しますよこのままだと。じゃあちょっとずつにしましょう。やっぱ、はい、サムおいくつなんですか。サムいくつなんですかね。でもまあ30代か40代、30代後半か40代ですよね、はい、だとしたらあと、まあ、20年30年牧歌してもらわなきゃ困るんで、ちょっとゆっくり積みましょう。視点が面白い。ゆっくり積んでみてください。ちょっとこれまず 1.2 キロなんです。今積んでるんですか。じゃあこの睡眠導入剤っていう荷物が 1.2 キロで、じゃあ1個、はいはいはい、1個積みますね。はい、お願いします。こんな感じですね。ああ、そうなんです。これ、ああ、 1.2 キロ。じゃあゆっくり積むのが大事なんです。一気にやっぱ積むと体が、はい、ドカーンってなってましたもんね。なってましたね。
じゃあゆっくりゆっくり積みましょう。あ、このサイズで 1.2 キロって軽いね。そうですね、これちょっとなんかスカスカかも。なんかあ、これすごいですね、このしょいこ。え、どこで売ってるんですか。これだってこれすごいですね、拡張式というか積む荷物に合わせてだいぶ伸縮するってことですかね。なんかどんどん大きくなってましたね、ここの。こんな感じ。あ、すごい、あ、すごい。これは本当に僕らがいつも、にじめをする感じと似てますね。どういうところですか。ロープじゃなくて、うん、はい、ロープじゃなくてナイロンとかでちゃんと包んでるんですね。運び人さすがだ。すごい、しっかりしてる。で、どんどん積んでいきますね。拡張してますね。拡張、あ、これ今すごい、あ、きつい。これは今ちょっとサム、もう僕はサムまたリスペクトしましたね。例えばどういう体感が、あ、ただ 1.2 キロなんでちょっと軽いですけど、体感が半端じゃないですね。あ、普通この腰ぐらいの位置で、うん、あの体の芯より遠くに荷物を積むとものすごくお尻が引っ張られるんですよね。そんな中サムこの無表情ですよ。鍛え方が違う。鍛え方半端ないですね、これ。多分情けないんですけど、自分だったらおーおーおお、もっともっともっと上に積まれ、おーおーみたいになってるところですが、サムはもう無表情。これ後ろになって後ろにひっくり返っちゃうってことですよね、要は。ひっくり返りますね。あとこの状態登るって相当辛いと思いますよ。なるほど。後で変えれるんですよ、配置を。あ、じゃあもう変えてあげてください。これきついんで今。ちょっとどうなるか、もう一個言っていくと、あ、これで上になりますね。おーおー、あ、上に、はいはい。すごいな、すごい、こんな荷姿やばい、これはやばい、この積み方はやばい。これで今22キロです。ああ、本当ですか。これはですね、とてもあの体積といいますか、ボリュームに対して重量が軽いですね。ああ、もうちょっとだから22キロだったらちっちゃいパッキングでもできるんじゃないですか。そうですね、多分。でもこれ大事な荷物なんですよね、多分。そうですね、見た感じこの、そうですね、この睡眠導入剤の梱包材というか、あれがかなり丁寧に入ってるんですね。そうですね。すごい荷物だな。こういうことってあります？やっぱりその重さ自体は大したことなくても、梱包材がやっぱでかいみたいな、はい、とか、まあ、当たり前ですよね。ありますね、梱包材がでかかったり、軽くて大きな風を受けちゃうような、例えば木の合板というか板ですよね、大きい板を運んでくれとか言われると、うん、1枚は軽いんですけど、それによってすごい風を受けたり不安定になるので、うん、僕は飛ばされたことがありますね、風で。あ、はい、やっぱ荷物の種類によって重さだけじゃないと、形や、そうですね、形がとても重要ですね。なるほどなるほど。じゃあちょっと積んでいく。めっちゃありますね、睡眠導入剤。どんだけ、あ、いや、まあでもそんだけ寝れない人がいるってことですよね、この世界には。そうですね、これ欲してるのはあのプレッパーズってい う、いわゆるあのこの世界の住人なんで。はい、でもサムもなんかね、そう、サムも寝れてない、やっぱこの世界の人は結構今大変な状況だってことですね。今はもう末期的な状態なんで、やっぱり、はい、あのピリピリはしてると思います、かなり。早く運んであげたいですね。そうですね。じゃあ、すいません、一番上につ、あ、はしごです。今からちょっと自分の装備になってくるんですね。はい。あ、でもこれはちょっと不安定すぎるんですけど、はい、背負い方としてはとても合理的だと思いますね、うん、このはしごの方が睡眠導入剤より全然重いですもんね。はしごは、こんなことはしご 5キロです。重いです、重いです。重いものを上の方に積んだ方が、うんうん、背負ってる人としてはこう、うん、なんとか重心が上に行った方が重さの影響を受けにくいですね。あ、なるほど、なるほど。いい感じなんですけど、さすがにでもこれは高いところに積みすぎてるんで、死の危険があります。重心がすごい大事ってことですね、うん、体に対して。重心大事ですね、はいはいはい、重心大事です。とても理想は肩甲骨の後ろぐらいに重たいものというか、うん、ずっしりしたものを置いていった方が運びやすいですね。振られないので、はい、これ後で自動的に荷物を最適化っていうのがあって、でそれすると大体重いものはその肩甲骨あたりに来ます。すごい。ちょっと楽しみです。ちょっと 今はもう無作為に上に積んでいくっていう、はい、あ、そういうことだったんですね、はい、あ、ちょっとそういうことだったのか、まんまと。
これはだってすごいですもんね。ああ、これはこれはこれは。ちょっと。勘弁してください。勘弁してください。これは。これでだって山登るわけですもんね。そうですね。サム。はい。サムすごい。これでとりあえず、あ、終わりですかね。そうですね。横に銃をつけて。ちょっと物騒なもの見えちゃいましたけど。僕らは場合によるんですけど、銃はさすがに牧歌寺には持ち歩かないんですけど、うんうん、あのクマスプレーを持ちますね。クマスプレーはありますか？クマスプレー、デスストーン世界でスプレーはいろいろあるんですけど、はい、クマスプレーは、はい、クマスプレーあないですね。クマももうあれなんですか、つながりが断たれたことクマもいらっしゃらないですかね。クマ見たことないですね、この世界で。やっぱり山で荷物運んでるとクマなんですよね、うん、一番怖いクマとかハチとか怖い。ちょっと後でちょっとスプレーあるんで、スプレーちょっと取りましょう。あ、また見せてください。じゃあ、はい、今のところ、まあ、クマスプレーの代わりに鉄砲を持ってると。鉄砲を持ってると。で、最適化してみましょうか。はい、お願いします。はい、これ背中の荷物を。ババババってなっちゃう。そうです、そうです。はい、ババってなります。いきますよ。はい。おはあ、え、ちょっとすごいな、これは。え、これサムって肩にも背負えるんですか？え、僕今ちょっと牧歌の概念覆されましたね。え、何、どこがですか？肩で背負う男っていないですよね。ないない。渡辺さん、肩で背負う人って見たことあります？ない。僕同業者にも肩で背負う男は今までいなくて、ただ思い返してみれば肩って空いてますね。ありだなってことですか、これは。はい、このしかも左右対称にやって、なんかこ う, そ う, そ う, そうチェストハーネスみたいなもの、多分バランスは取れてるんですよね。あ、肩って背負えるんだ。分かんない。肩分かんないですけど、今度プライベートでその肩で背負えるかどうかちょっとやってみましょう。なんか このブリッジズの、ブリッジスから支給されてる制服に、はい、なんかやっぱ肩にこの三角形の背負えるようなガジェットがついてるんですよね。はいはい、なんだろうなって思ったら、あのカメラとかをつけるようなガジェットと似てるので、そういったものかなと思って、まさかそこに荷物がつくとは思わないですね。すごい、肩と腰と戦国武将みたいですね。靴を横につけて、鎧みたいですもんね、本当に鎧みたいですね。あ、そうです、かあの替えの靴みたいなものを、あの今持ってるんですけど。替えの靴持ってるんですか？それは、え、靴わ、これはやっぱそれなりにこんだけ積んでいくと靴壊れたりするんですか？そうです、靴もまま押していくんで。うわ、この靴が本当に生命線で、うん、やっぱり荷物、重いものを持ってハードな山に登ると靴が壊れるんですよね。あ、本当にあるんだ、それが。ありますね。もうそこそこ値段する靴買っても、うん、僕がやりすぎるとひと夏なので60日未満でも靴が壊れちゃったり、裏のゴムがなくなっちゃったりしますね。すごい、それだけハードなやっぱ道というか、まあ、舗装されてない道でしょうからですね。あとこうザラザラした岩の上を歩いたり、うん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 、そもそも斜面を登ったり下ったりでこう摩擦がすごくで、自分が踏ん張るので僕がする人が、はいはい、それによってものすごく消耗しますね。ただ僕ちょっとまた不安になってきたのが、はい、これから出発するって時に予備の靴をもう持ってるってことですよね。これ相当やばい状況ですよね。なかなか、まあ、備えあればっていうやつですじゃないですか。備えあれば憂いなし。牧歌する人、予備の靴ぶら下げてる人はまだ会ったことないですね。そいつは相当やばいってことですよね。もう考え方やばいですよ。サムはもうかなりやばいです。どこまで行こうとしてんねんっていう。もうすごいです。あとちょ気になってたんですけど、質問いいですか？はいはいはい、この胸元にあるのはですよね。ちょっと後から見ましょうか。これ結構重要な、はい、あの要素かなり。ただこれ山の装備でもおなじみの、あ、かわいいマスコットがついてる。なんだと思います？これハイドレーションですかね。水をチューチュー吸う便利な道具ですね。山でこう活動してる時に、僕に限らないんですけど、うんうん、あの水を飲むためにはリュックを下ろして、うん、リュックから水をボトルを取り出してペットボトルを開けてみたいな動作が必要になっちゃうんですけど、はい、このハイドレーションがあると、うん、これをザックの中に入れといたりすること、このチューブを口にこうつけて吸えば、あのザックを下ろさずに水分補給できるので、これはとても山の人今
よく使われてますね。なるほど。走る人も使いますし、牧歌でも最近の牧歌の人は使ってる人いて、荷物を下ろさなくていいんで。なるほど。すごく便利ですね。うん。まあ俺もこれを見た時には多分秋元くんはこれはハイドレーションって言うだろうな。ずっと気になって。え、ってことはハイドレーションじゃないんですか？あ、正解は後で言うんですけど。わかりました。でもまあ秋元さん的にはこれハイドレーションってこんなサイズなんですか？ハイドレーション、あ、いろんなサイズありますけど、うん、これちょっと大きいですね。これはもう4リッタル4リッタル入っちゃう。これ4リットルぐらい入っちゃう。それ自体がもう荷物じゃないですか。はい。ただ、あ、逆にもしかしたら、あ、どうだろう。まあでもハイドレーションっぽいですけどね、これは。見た目もわかる。大事。そう、これも、これマダラウスさんもハイドレーションって最初は思ったって言ってましたから。あ、そう、じゃあきっと山屋の人はみんなハイドレーションだと思うんじゃないですかね。わかんないですけど、ちょっと後で見てみましょう。はい、じゃあ出発しましょうか。お願いします。頑張れサム。どうですか今立ち上がるとこ。スムーズですね。もうちょっとかかる。違う。そうですね、よっこらせと言いますか、サポートが必要かもしれないです。例えば今座って、あ、すごいすごい。これはもう骨折ですね。骨折ですか、はい、前提前のめりにこうズデーンって骨折で、もう睡眠導入剤粉々にばらまかれてるところです。これはサムだからできるって感じですね。サムだからできます。あ、でもまた眠いんですか。いやいや、また今精神統一、精神統一、精神統一大事です。あ、精神統一は僕らもよくしますね。やりますか、やっぱり。あのテルマやりますね。はい。ああ、すごい背負い子なんですね。これはもうこの状態で安定して詰める、すごい背負い子ってことだな。いい背負い子、いい背負い子ですね。なんかいろいろついてますね、背負い子。じゃあちょっと起き上がりますね。はい、いってらっしゃい。え、ちょっと待って、走っちゃう。うわ、もうすごい惚れましたね。この荷物で走る。寒い。あ、しかも、え、走、頑張ってください。これは惚れますか。惚れますね。もう全部仕事取られちゃいますね、こんな人がいたら。失業ですね、今僕失業状態。うおー、すごい。え、さっきのまだまだ、まだまだ、おーおー、やめとけやめとけ。サムサム、え、ちょっと尋常じゃないです。え、これ何キロでしたっけ。これは今総重量が、はい、はい、ちょっと待って、73キロです。サムすごい男ですよ。サムは73キロでやっぱ走れるっていうのは相当ですか。尋常じゃないです。確かにアメリカを救う男ですね。確かに、はい、もう鍛え方が本当半端じゃないですね。もう全身鍛えるって感じはどこなんですかね。もう全部なんですか。おそらく全部だと思います。ただ走るという動作と牧歌をして歩くという動作は全く違くて、うん、まあ、これはなんというか牧歌仲間で話し合ってただけなんですけど、はい、走るってもう動的な動きをするじゃないですか、うんうんうん、だからこうダイナミックな筋肉が必要なんですけど、うん、普通の牧歌はいかに自分がその、うん、この重さの影響を受けないかっていうのが大事なので、うん、静的な動きをしてどんどん地面に重さ逃がして、うん、自分自身は力で持つんじゃなくて、うん、体の軸で、地面に逃がして骨で持つっていう表現をよくするんですよ、うん、ああ、なるほど。ただ先ほど荷物を積まれてるサムを見てたら、はい、骨で持つことはもう十二分にできると言いますか。なるほど。骨が人間じゃないレベルのもう強さ。なるほどなるほど。だからもうカルシウムとかいうものじゃないんじゃないですかね、骨が。骨、まあ、骨プラス筋力で持つみたいなことも、はい、まあ、同時にできてるって感じですかね。はい。なので僕ゆっくりゆっくりサム行くのかなと思ったら一気に走り上がったんで、ちょっともう上気を逸した強さですね。まだでもこれはちょっとパワードスーツ着てるからっていうのもあるんですよ。あ、じゃあちょっとそれはまだまだサムの進化が問われるのはこれからですね。ちょっとスーツ脱いでみましょうか一回。え、大丈夫ですか。あ、でもこれパワードじゃないな、普通のスーツだったな。いや、めちゃくちゃ僕今なんか落胆しましたよ。でも純粋に最強ってことじゃないですか。
あ、普通でしたね。あんま変わんなかったです。すごい、すごいな。サムはすごい。あ、でもやっぱちょっと走るの、あ、まあ走ってますね。いやいや、ちょっと、ちょっと、やめといた方がいい。あ、でもこうやってバランス崩すんですよ。あ、人間味ありますね。で、バランスの取り方っていうのはコントローラーであって、え、左重心を固めるときはこれ。はあ、はいはいはい。で、右重心固めるときはこれなんですよ。あ、じゃあこれ、もう、その、なんていうんですか、風が強く吹くというか、そうですそうです。いろんなことがあったときに耐えるということができるんです。例えばこれなしで、離しちゃってこういうデコボコのとこ行くと、多分すぐ転びそうになるんじゃないですかね。やめとけ、やめとけ。あ、ここ。あぶねー。で、そういう時にこうやってやると。あ、こうやってやれば大丈夫。で、やらないとすっ転んじゃいます。ちょっとすっ転んでみましょうか。あ、ちょっとやめてやってほしいですけど、まあすっ転んでもらいましょうか。一回ちょっとすっ転んで。あ、こういうとこに。まだ大丈夫。はいはい。あ、おっと、止まないな。意外と、こいつ体幹が。これどうすか、これ。あ、やばい。もうかなり骨折。骨折。あー。これはもう、あもう荷物をボッカで崩したら最悪ですね。これどうなります、ボッカで崩しちゃったら。これはもう依頼主さんに謝るですは済まないというか、まあ保証ですよね。保証ですし、多分サム自身もただじゃもう済まないですよね。あ、体がもう大怪我だと思いますね。ちょっと一回赤ちゃん泣き止ませていいですか。赤ちゃんどこにいた。赤ちゃんもこの、この状態で赤ちゃんもちょっと、ハイドレーションに赤ちゃん入ってるじゃないですか。ちょっと、おぉ、よし。ちょっと今怪しんでます。よし。で、ちょっと話を戻すと、はい、ちょっと、まだちょっとルーのこと気になってますけど、ごめんなさい。そうです、お願いします。で、この牧歌にとって荷物を落とすっていうことはどういうようなことなんですかね。はい、一番やってはならないことですね。とにかく荷物を落とさないのが牧歌にとっては重要だと思います。やっぱりその荷物を運ぶことのために呼ばれているので、それを無事に運べないと仕事にならないですね。そのために積み方を工夫したりとか、預かったものを梱包したりするんですけど、今サムは派手に転んでましたね。ちょっと途方に暮れてますね。はい、これ償いきれないんじゃないですか。まあこの梱包材があるとはいえ、はい、そうやってやっぱり申請とかやっぱ言うのかな。まあ難しいですね。まあクライアントには言わざるを得ないんですね。そうですよね。もうなんかこう落ちた荷物が成仏していくかのごとく青いやつ。僕は、はい、まだあんまりこう大きな大クラッシュはしたことないんですけど、はい、その大クラッシュ、牧歌で荷物が大クラッシュしたっていう写真とか、その動画とかを先輩からこう勉強のために見せてもらったりもしたんですけど、そうですね、まあ、もしその動画あったらこういう風に魂が上に荷物の魂が上がっていくような感じになるんじゃないですか。いや、これ大丈夫ですか、この状況。本当にサム失業するんじゃないですか。やっぱもう言わんこっちゃないですね、あんな走るから。もう一回しといます。いや、なんか立ち直り早いな。立ち直り、あ、でも立ち直りの速さ重要ですからね、山ではそうですね。もちろんこういうことはやっちゃいけないですけど、何か起きた時に立ち直りが早くないと。なるほど。山の中にこうくよくよして長くいるってことがもう危ないので、はいはいはい、はい、もうすぐ切り替えてやっていくと。はい、もう全然サムは立ち直ってますね、どうやら。でサムがなんで落ち込んでないかっていうと、実はやっぱ梱包材が強いからっていうのもあるんですよ。はい、ああ、はいはいはい。これちょっと右のゲージ見てもらうと、はい、内容、あ、すいません、内容劣化しましたね。内容が劣化しちゃってました。ダメですよ、 4% いっちゃってるじゃないですか。結構いっちゃってるじゃないですか。すいません、ケースじゃなくても内容いっちゃってましたね。いっちゃってましたよ。衝撃がすごかったですもんね。やっぱケースの中にも衝撃がいってたんですね。サム、うんうん、じゃあ配達していきましょう。はい、目的地は、はい、ここですね。
お、山ですね。結構な道のりです、うん、かなり山ですね。サムの拳に何か爪がついてるのがやっぱ気になってしょうがない。爪ついてます。なんか爪みたいについてませんか、サムの拳。これはなんかグロパワーグローブって言って、まあ、ちょっと山を登るときとかにちょっとあのそうなんですね、力を発揮してくれる。ちょっと天変地異がもうこれ穏やかじゃないですよ。あの進む道に天変地異というか岩がこれもう朝起きて山行こうと思って出発して、はい、これ目にしたら一旦家帰ります、ね、一旦ちょっと帰りますか、こっちの元いたところに。はい、一旦、ちょ、まあでも、まあ、このサムは動じてないんで、僕だったら一旦家帰るというだけ、鍛え方が違うんで、サムには行ってもらいましょう。ああ、やばいですね、この川みたいなところあります。うわー、これ、塗装あるんじゃないですか。これはもう痺れますね。これかなり急斜面ですしね。これ牧歌状態しびれますね。これはもうサム修行僧ですよね。休みたいことの休みたい人間でやることじゃない。ただこれ牧歌仲間で見たらもうあいつすげえってなる。もうやばいと。もう僕日記に書きますね、その日。